週も金曜日夜10時になりました。カリーノグループプレゼンツミュージックガレージの時間です。この番組はメジャーインディーを問わず第一線で活躍するアーティストを紹介します。30分のミュージックプログラムです。ナビゲーター私カナブンヤと、先週番組の一番後半でご紹介いたしましたが、今日からこの人です。フリークサトルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということでございまして、フリークのサトルさんと今日からやっていきますけど、はい、男同士でこういうラジオってのはやったことあるんですか？いや、もう僕メンバー4人いるんですけど、はいはい、その3人を差し置いて、うん、1人でこうやって出てくるっていうのはほぼないので。ほぼない、はい、いや今までこう例えばラジオとかプロモーションとか行くときは全部4人？全部4人ですね。お、全部4人でした。4人の中でやっぱりもうどうしてもこう自然にこいつが喋るとかっていうのは決まってくるんですから、ね、あ、でも大体僕ですね。ああ、じゃあ大丈夫じゃないですか。ギリギリギリ大丈夫、ギリ大丈夫だと思う。はい、そうなんだ、はい、自分ではどうなんですか、こう例えばこうおしゃべりな方とかおしゃべりじゃない方とかとか考える？そうですね、おしゃべりな方ですね。おしゃべりな方、はい。おー、なんかもう全然物おじせずに、うん、すぐ喋れちゃいます。ああ、なるほどね、はい、もう今もうちょっと喋っただけで今まだ2分も喋ってないんですけどもうめっちゃ喋ってきたのでもう大丈夫かなと思いますんでどうぞ末永くよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ということで今週からこの2人でお届けしますんで、最後までお付き合いください。おはがき、お手紙は郵便番号 860-8611 RKK ラジオカリーノグループプレゼンツミュージックガレージまでお願いします。カリーノグループプレゼンツミュージックガレージ。さあ、この時間はフリーク悟る解析ということでございましてですね、いろいろ聞いていきたいと思いますが、はい、1990年11月27日生まれ、佐賀県出身という、まあ、プロフィールにドーンと書いてあるんですけども、はい、自分でこう生まれて最初に音楽というのを意識したのはいくつぐらいですか？音楽を意識したのは、うん、小学1年生です、ね、小学1年生ですね。それ何のきっかけ？小学校の担任の先生がおうおうギターとか楽器を教室にすごい持ってきて、おうおう、でまずはビートルズを聴けみたいな、なんかなるほど、すげえなんか今考えると英才教育な先生だったんですよ。おうおうおう、でもめっちゃ面白かったですよ。メガネかけてたんですけど、完璧にジョン・レノンなんですよ。いやめちゃめちゃ意識してるやん、ジョン・レノンメガネを、はい、丸いやつを。でもうその時からなんか楽器に触れさせられて、その時ぐらいから学校でトランペットを渡されて、うん、やってみろって、うんうん、でやり始めたっていうのが一番最初に音楽に触れた。でそれトランペットってのは続けたの？それからしばらく吹奏楽とかやってたわ。そうですそうです。でも途中から僕サッカーをやりだして、中学校を卒業するぐらいの時から親戚のお兄ちゃんとかの影響で、うん、ヒップホップをめちゃめちゃ聴くようになって、そこからブラックミュージックに傾倒していったっていう。最初に聴いたヒップホップって覚えてる？一番最初に聞いたのは50セントです。50セント、はい、攻撃的なところから入ったね。めちゃめちゃギャングスターから入ってました。その時すごい流行ってて。そうか、もうじゃあもう50セントから入ったらもういきなりもうエミネムとかあの辺りがガーってくる。そうですそうです。ちょうどすごい流行ってる時期で、うん、そこから、うん、プロデューサーのドクタードレーにすごく影響を未だに受けていて、うんうんうん、ドクタードレーがプロデュースしたラッパーとかをもう聞きまくって、うんうん、そこから付随してバッドボーイレコーズ、パフダディがやってバッドボーイレコーズとかのその中にいたワントゥエルブっていう、うん、はいはい、コーラスグループ、うんうん、にもうすごくなんかそこから付随してコーラスグループをいっぱい行っちゃうわけだ。はい、なるほど。やっぱりラッパーとフィーチャリングしてるシンガーみたいなのが多かったじゃないですか。そう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 。でそれでそこからもうすごく掘っていって、うん、聞くようになって R&B。 はあ、掘ったね。自分ではこうラップとかはやんない？ラップやってます。ラップもやっぱりはい。コーラスグループの中でラップもやりながら、うん、ドクター・ドレーにもう影響を受けまくってるんで、うんうんうん、そのトラックメイクとか、うんうん、曲アレンジとかも全部やってます、ね。はい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 、なるほど。
それでどこら辺りで自分でこう歌いたい、自分でグループ作りたいみたいなのになってきたの？もうずっとグループ作りたいって思ってたのは18歳ぐらいの時からコーラスグループになりたいなと思って音楽の専門学校に行ったんですよ。でそこで今のメンバーの大地と出会ったりとか、その在学中に違うボーカルスクールとかにも通ったりして、そこでその友達同士で出会った。じゃあもうその学校に行く時点で自分の中でもプロっていうか、それでこう生活していきたいっていうか糧にしたいみたいなのってのもあった？もうバッチリありました。絶対プロのミュージシャンになるって考えてたのはもう16、17ぐらいから考えてました、うん、じゃあもうやっぱ目指してるっていうか、そういうのがあるとやっぱ音楽の聴き方とか、そういうこう自分でこう作って音を出し方ってやっぱ普通の人と変わってくるもんね。そうなんですよ ね。今なんでこれが売れてるんだみたいな考え方して聞いたりだとか、あの時代はなぜこれが流行ったんだろうとか、なんかそういう聞き方、やっぱその曲を作ってるので、そのアーティストだけじゃなくて誰がプロデュースしてるんだろうみたいな聞き方をします。なるほどね。今ねとかそういうこう自分でこう作って音を出し方ってのはやっぱり普通の人と変わってくるもんね。そうなんですよ ね。今なんでこれが売れてるんだみたいな考え方して聞いたりだとか、あの時代はなぜこれが流行ったんだろうとか、なんかそういう聞き方、やっぱその曲を作ってるので、そのアーティストだけじゃなくて誰がプロデュースしてるんだろうみたいな聞き方をします。なるほどね。今ねずっと話を聞いてて思ったんだけど、正しい音楽の聴き方をしてるよね。そうですか。そうそう、だから今の人ってあんまり掘らないじゃない、ルーツを巡ったりとかしないし、プロになるっていうかそういうのでこうなんか自分の中で糧にしたい、生活の糧にしたいっていうのはやっぱりそういうこうなんだろうな、最初から肝の据わった音楽とのこう接し方みたいなのがあるんだなっていうのが、プロデューサーありきというか、同じあのアーティストの中でもなんか曲のテイスト違うなこれみたいな、ってことは作ってる人が違うんじゃないのかみたいな、誰が作ってるんだろう、このグループは誰が作ったんだみたいなところ、やっぱブラックミュージックはプロデューサーありき。そうだよね。ですね。いやこれからなんかいろんな曲を聴いてこういろいろこうサトル君が話してくれるのってのはプロデューサー目線も出てくるから結構面白そうだ。そうですね。さあじゃあそのフリークの曲聴いていただきたいと思います。じゃあ紹介してください。はい、この曲はあのフリークが一番最初にあのリリースをした、楽曲なんですけれども、もう本当に始まりの曲というか、夢に向かって突き進んでいくぞという4人の気持ちを表した楽曲になっております。それでは聴いてください。フリークでムービンオン。そうです。これは一番最初はトラックだったんですけど、フルバンドでカバーアルバムを出した時にセルフカバーとしてバンドをアレンジし直したものを。バンドアレンジになるとどう、自分たちでやってて今まで。めちゃめちゃ楽しかったんですよ、これの制作が。もう本当にあのミュージシャンの方も、一流のミュージシャンの方に、ギタリストの上条翔さんっていう方に、あのプロデュースしていただいたんですけど、めちゃめちゃこうなんか歌に気合がまた入るというか。なるほどね。だからめちゃめちゃいい歌がこれは取れてます ね。コーラス決めた時にそこでやっぱりスネアがパチンって決まると、すごい気持ちいいっていうかね。そうなんです。またトラックとは違った楽しみ方というか。なるほどね。まあそういう雰囲気がまた倍増するのがライブだったりするわけなんだけどね。ナンバンドであるとね。ということでフリークムービーオン聞いていただきました。さて来週はね、今度はサトル君によるメンバーのインタビュー。まあフリークのメンバーが今回のラジオ出演だったり、こういうサトル君にかける思いどういう風になってるのかっていう、来週はぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。楽しみにお待ちいただきたいと思います。それでは続いてカリーノグループからのお知らせです。大凡人5月29日リリースになりました2枚目のフルアルバム、2枚目から未来への伝説というのを、ご紹介しておりますが、さて、まあ、この番組はですね、まあ、お気づきの方もいると思うんですが、実は収録でお届けしておりまして、ですから、こう皆さんからのお便りというのはどうしてもこうタイムラグができちゃうので、そうですね、でここでもうですね、もうぶっちゃけ
次回の収録日を皆さんにお伝えして、それまでにメッセージを送ってもらおうと。そうですね、そうしようということで、次回の収録日が6月28日までにですね、番組の感想だったりとか、僕たちのメッセージどんどんお寄せいただければ嬉しいです。ただし、いただいたメッセージの紹介はそういうことになりますので7月以降ということになりますので、ぜひ、皆さんからのメッセージをお寄せいただきたいと思います。はがきの方は郵便番号 860-8611 RKK ラジオミュージックガレージ、ファックスは0963561117 0963561117、 E メールは mg@rkk.jp、 こちらになってますんでね、お寄せください。また番組のツイッターなんかもありますんで、ぜひどんどんお寄せいただきたいと思いますが、ファンレターとか どうなんですか。昔はファンレターというのは手紙であったんですけど、はい、今はやっぱりこうツイッターだったり SNS でガンガン使ってきますよ。あ、コメントとかでもいただくんですけど、もちろんお手紙でライブ会場とかで手渡しとか、はい、くださる方もいます、そういうところはまだまだやっぱ手紙なんで、ね、はい、やっぱ手紙ってめっちゃいいですよ。あ、そう、あったかいっす。あったかい、はい、ということで皆さんファンレターは手紙でどうぞ、はい、ということでメッセージもハガキで、まあね、番組へのメッセージもどんどんハガキでお寄せいただきたいと思います。それではそろそろお別れの時間です。1週目どうでしたか？最高に緊張しました。あ、そうですか。あ、じゃあ徐々に緊張をほぐして1週目3週目続けてください、はい、よろしくお願いします。お相手は私から分野とフリークサトルでした。じゃあまた来週まで、バイバイ。この番組は